リチャード・ポール・バールソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス軍リンウッド出身の、元プロ野球選手、ウト右打ち。ウチ。1969年6月の MLB ドラフト8巡目で、ミネソタツインズから指名されたが、この時は契約せず。1970年1月の2次、ドラフト1巡目で、ボストン・レトソックスから指名され、プロ入り。 1974年5月4日にメジャーデビューすると、以後1980年まで遊撃手のレギュラーとなる。闘争心あふれるプレースタイルと強権を生かした守備で、なおはぜ、1979年には、ゴールドグラブ賞を受賞、1980年には、新記録となる147併殺を完成させている。また、1977年から3年連続で、 オールスター選出を果たしている。1981年にトレードでカリフォルニア・エンゼルスへ移籍し、この年はシルバースラッガー賞を受賞した。だが、翌1982年に肩を痛めると、以降は出場機会が激減した。ボルチモアオリオールズでプレーしていた1987年に現役引退。引退後はオークランドアスレチックス、レッドソックス、エンゼルスで、 コーチ、1997年以降は2012年までマイナーリーグ数球団で監督やコーチを務めた。ありがとうございます。